高場乱造工場乱明治24年3月31日は、江戸時代末期の女性受学者で、医者、教育者、筑前国博多の人、陽名は陽名、意味名は、元との知覧、通称は小刀、号は戦士など。博多駅近くのグリーンビル脇にある、人参畑塾跡記念飛行場乱の、博前国博多河原町の岩界。 高場ただし山の罰子として生まれる。高場家は、代々が暗海の名門で、福岡藩の藩位を務めていたが、陽明の、陽明から伺えるように、藩は、男として育てられた。天保十二年、十歳で原服。なお、この原服は藩に受理された公的なものである。異例と言えなくはないが、福岡藩の師藩にあたる秋月藩には、原歳品という男装の女性学者が、 すでにいた。16歳で一度は夫を得るが、これを不服として自ら離縁。20歳の時に亀井商用の亀井塾に入る。亀井塾は身分性別を問わない学風で、実際に女性の弟子も多かった。先に挙げた原祭品もその一人である。亀井塾で学問を収めた蘭は、明治6年、福岡藩の薬用人参畑跡に、私塾教師塾を開設。 医療の傍らで教育にも携わる道を選んだ。弟子はなぜか乱暴者が多く、乱もあえてそういった人物を拒まなかったという。そのせいか乱は世間から人参畑の除血と呼ばれ、塾も両山白などと呼ばれていたというが、乱自身は生来巨弱で、華奢であったと伝えられている。そんな教師塾に明治7年頃に入門したのが、遠山光であるが、彼の他にも後に、 現用者の主要なメンバーとなった、平岡光太郎や新藤喜平太、箱田六助に、竹部小四郎などはいずれも教師塾で学んだ。その弟子たちが起こした、明治10年3月の福岡の変への関与を疑われ、乱も一時は拘束されるが、釈放されている。その後、東山らが結成した公用者内部の構想を仲裁するなどしつつ、弟子たちの行く末を見守っていたが、 自由民権運動のうねぎの中で、多くの弟子たちが命を失っていった。ことに、弟子の一人である、苦島つネイヨしが、大熊重信へテロを仕掛け自殺したことには衝撃を受けたようで、これを、ヒップの言うと評した書簡が残っている。苦島の自殺の翌年、ランは後を追うように病床に伏し、医者であるにもかかわらず一切の治療を拒みながら、弟子たちに見取られつつ成去した。 明治24年3月31日のこと59歳であった。墓所は福岡市の総福寺にあり、その墓碑名、高場先生の墓は、勝海舟が書いている。ありがとうございます。